はい、レオンチャンネルです。食玩活動キットの全4種類中、まずはひなわ大大 DJ 銃と無双セーバーを紹介しました。今回は再販版のこの戦国ドライバーと大大丸が以前発売されたこの食玩版とどこが違うのかをチェックしていきます。ではまず大大丸から、僕の予想はこのブラックの柄の部分が無双セーバー同様ダークネイビーになってると思うんですよね。では開けます。外箱はこんな感じ。はいっと、よっ。あ、やっぱり予想通りですね。ブラックだったプラスチック部分がダークネイビーになってます。では作ります。はい、完成しました。全部で5分出てきました。前回の大大丸と比べてもほとんど一緒ですね。本当にプラスチックパーツが色が違うのと、オレンジのメタリック部分が若干濃くなってますね。まあでもほとんどわからないです。裏側はこんな感じ。基本は同じです。とりあえず体験モードに合体させてみましょう。入ってきました。スクラッチ装填ひなわ大大 DJ 銃のなぎなたモードですね。さすがにこれは大きいです。それと色がネイビー同士で合ってますね。なかなかいい感じです。では最後は戦国ドライバー。ただ戦国ドライバーはもうブラックとネイビーと両方作ってますから、今回は作らなくてもいいかなって感じです。どうせあれですよね。ネイビーなんですよね。一応開けます。いいよ。はい、予想通り、前回の再販版同様、ダークネイビーカラーですね。ただ今回は、オレンジ以外にメロンエナジーがついてきます。メロンエナジーも、食玩ジェネシスドライバーでもう作りましたから、今回の戦国ドライバーは、このままにしております。パッケージを見ると、一応勝どきロック指導がつきますよって感じですね。ではやってみましょう。オレンジを外して、勝どきをつけると。閉めて、切ります。はい、こうなりました。なので、今回の全4種類を買えば、DJ 銃と無双セーバーの二刀流と、さらに体験モード、なぎなたモードもできて、さらに戦国ドライバーの勝どきロック指導の組み合わせもできるってことですね。ただ戦国ドライバーはもう2個持ってますので、とりあえず、大丈夫です。はい、これで今回のキットの全4種類を紹介しました。一応全種類開封したんですけど、戦国ドライバーと大大丸と無双セーバーは再販版ですから、持ってる人は DJ 銃だけでいいかなと思います。あと無双セーバーを買わないと、勝どきロック指導がつかないのがネックですね。以上、食玩勝どきキット全4種類の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。